タルとチュルがあなたにハッピーとラッキーをお届けするタチツテとラジオ。今日のトークテーマは、旅行に行くときはノープランかガチガチに計画していくか。は沖縄の若者タルとチュルが毎回異なるテーマで皆さんからメッセージを募集し、その送ってもらったメッセージをリスナーさんと一緒に楽しく読んでいこうという番組です。ぜひ一緒に面白い番組を作っていきましょう。ということで、パーソナリティを務めるのは部長面接でド緊張したチュルと芋の自動販売機に驚いたタルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんですって。ということで、はい、本日から本日からですね、ハッピーとラッキーをお届けするという名目でやらせていただいているので、ハッピーとラッキー届けようかなと思いまして、はい、今日のハッピータルちゃん聞かせてください。おー、僕のハッピーですか。はい、そうですね、まあ、自己紹介の方でも軽く触れたんですけど、はい、芋の自動販売機があるっていうのを最近沖縄タイムスかな何かで報じられていまして、はいはいはい、それを会社の人から教えてもらって、うんうん、芋を研究してる僕からしたら行かないわけにはいかないじゃないですかそうだね、はい、研究はしてるか分からんけど、なのでもう行ってきました今回おー行ったんだ。はい、那覇にあるんですけれども、那覇のメインプレイスのところかな、330沿いにあって、はい、ガソリンスタンドに隣接してるっていう感じであったんですけど、そこがですね、うん、500円で、冷たい芋と温かい焼き芋が選べると。それすごいよね。おお、面白い。面白いよね。で、一応500円なんだけど3本ぐらいしかちっちゃいのが入ってなかったわけ。あ、はいはいはい、まあでもそこは量は仕方ないと思ったんだけど、肝心なのは味ですよね。おお、めちゃくちゃ美味しかった。美味しいんだ。あ、なので、このハッピーを届けてくれた芋の自動販売機に僕は感謝してます感謝だねこれは。はいぜひ、うん、行ってみたいな。行ってみてください、ぜひ。面白かったんでじゃあ、はい、チュルの今日のラッキーを教えてください。今日のラッキーは、部長面接で、集団面接面談だったんだけど、一番最後だったからいっぱい考える時間があった。ラッキーっていうことですはい、皆さんからのメッセージはタチツテとラジオの公式 LINE から送ることができます。LINE アプリ内の友達検索で@957KDRBM、 アルファベットはすべて小文字で@957KDRBM と検索していただくと、このラジオの公式 LINE が出てくるので、そちらを友達追加していただいてメッセージを送ってください。今週のトークテーマの旅行に行くときはノープランかガチガチに計画していくかのメッセージの募集はすでに締め切らせていただきました。来週のメッセージは募集中ですので、 LINE からメッセージをお待ちしています。また番組に対するコメントや応援メッセージなどはメールで受け付けています。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いします。流れている曲は僕たちの曲、タチラジ×ザ・ビッグロープで歩いていこう遠くまで、ロマンスクラスターです。YouTube でミュージックビデオも上がっているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。タチツテとラジオ FM 小座からチュルとタルでお送りしています。はい、ということで今月というか今日今週からハッピーとラッキーをお届けしていこうと思うんですが、どうだった？どうだった、まあでも前々からねこのセリフになっていって、ハッピーとラッキー届けようみたいなことは言ってたんですけれども、ちょっと話が変わってきてたのかなってね、はいはいはい、思ったりしてたんで、うん、まあ聞いてる側も心地よくなったんじゃないですか。そうだね、分かんないですけど、なんかそれであってほしいよね。うん、
ハッピーとラッキー今まで届けてたかなって考えた時に、ああ分かんねえと思って。ね、確かに。だからそこは、まあ、今回チュルからの提案で、今回からねハッピーとラッキーをお届けするっていう、まあ、明るい形で前向きにねやっていこうという、まあ、いかにも俺たちらしい形そうだね。ぜひもうこの何リスナーさんもハッピーとラッキーがあったらそれでも送ってもらってメッセージ、うん、なんだっけテーマとは別に、うん、そのラッキーとハッピー送ってもらってもここで読ませていただきます。そうだね、なんか若干ハッピーとラッキーのニュアンス違うね。違うよね。違うんだね。今言って思ったけどハッピーは嬉しくなってラッキーはなんだろうな、偶然でラッキーみたいな感じ。あーでチュルのラッキーが部長面接で4人くらいでやったんだけど、うん、この新卒4人と部長が4人くらいでやったんだけど、うん、そこで発表順が発表っていうか答える順が一番最後だったわけ、うん、だからなんだろう、あとの3人が喋ってる間にゆっくり考えてたわけね、自分が何答えるか、うん、だからあラッキーだなーって思った。あーなるほどね、ラッキー探すの案外むずいかもね。そう思った、ラッキー探すの難しいけどちょうど今日だったんだよね。すごいな、ラッキーだな、超ラッキーだった。もうね部長面接でも超緊張してさ、うん、なんかまだ研修中だから配属本配属はされてないんだけど、うん、そこでどこに配属するかっていうのを面談するために部長が4人の部長が面談してくれたんだけど、はい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 、もうねガッチガチに緊張してしまったよね。緊張した？した。全然喋れんかった？いや喋ったけど、なんかなんだろうな、1年後と10年後のキャリアプランについて教えてくださいって言われて、うん、へえ、はいはいはい、もうあとの3人はねしっかり考えられてるわけ、考えてたみたいで、うんうん、でもうベラ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 喋ってんだけど、うん、俺はもう笑顔で、ああとりあえずまだ自分が何などういう仕事するのかもわからないのでまだ考えてませんって言った違う、考えきれてませんだな。あー、うん、なるほど。そうそうなんだよ。でもそれもいいと思うけどね。そういう部長もいて、うん、はいはいはい、なんか面白かったのがね、この質問の中で部長方の野望って あったりしますかっていう質問をした人がいて、うん、でなんかその部長はここにお金持ちになることですって言って、うん、でお金持ちになるためのスキルをまだ僕はこの会社で学んでる途中ですみたいなこと言ってる部長がいてね、面白いと思った。へえ、フランクだね。そう、部長でもこんなこと言うんだと思って会社のためにとか言わないんだと思っていや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 、まあそこはねちょっと考え固まってるかもしれないね、うん、だからそこは面白いなっていう部長だった。さすがです。そこに配属されれば面白いなって思った。ああなるほど、うん、めちゃくちゃいい会議だったじゃないですか。はい、面談ね、はい、はい、そうでした。はい、ということで早速今週のテーマについてお話ししていこうと思います。ここでなんかジングルとかあったら映りやすいね、うん、ジングル考えとこうね。じゃあ新しい曲になるようなジングルこっち入れようね。そうだね。はい、ということで今週のテーマは旅行に行くときはノープランかガチガチに計画していくかです。あーなるほど。はい、これは分かれそうな、また分かれるね。テーマですけれども分かれ、ちなみにじゃあタルちゃんはこれはどっちでしょうか？ノープランで。ですよね言うと思ってましたいやまあですよね、チュルはチュルでガチガチに計画していくタイプでしょうしでしょうしでしょうしね。まあ綺麗に分かれてるよねその辺は。うん、そうだね。うん、じゃあもうまずはノープランのいいところから前半で掘っていって、はい、あ、ちなみにですけれども、はい、あの今回メッセージは届いていませんので、はいはい、僕たち2人でお話ししていくという形になりますよ。あ、わかりました、了解です。はい、来週もね全力でメッセージを募集しに行こうっていう意気込みに変えて、
なるほどです、了解です。はい、今週やっていきましょう。はい、そうですね。じゃあノープラン。はいはい、ノープランいいところか。いいところですか。うん、それはまず楽ですよね。考えなくて済むから。おお、楽おお、いや、そこみたいな、いきなりそこみたいな。マジでよ、旅行に楽を求めるんだと思ったいやいや、いっぱいいいところありますけど、まずそこですよねっていうね。まあまあまあ、考えなくていいっていうことね。そう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 、まあノープラン、うん、まあある程度、まあ環境とかその時の状況によっても考えることは多分考えると思うんですよ。はいはいはい。例えばめっちゃレアな場所に行ったりとかさ、うん、こっから何百キロも離れて、でこの状況も開けて海外行けるようになりましたと、うん、でもしかしたら人生で1回しか行ける日がないかもしれないですってなったら、たらまあちょっとは立てると思う。あ、じゃあそれでもちょっとね。そうそうそう、うん、でもやっぱりノープランのいいところって、その場で起きたことに臨機応変で対応できるっていう。あ、やっぱでも一番そこじゃない、本質的なところって。確かに。おお、すっごい肯定してくれる。確かに。いや、なんだろう、どっちかというとそっちも楽しい派なんだよね。ああ、なるほど。俺は、はいはいはい。だからそれは確かに臨機応変というか、旅のプランがないからこそそこ好きなことをそのままできるというかね。そうそうそう。あとまあ何人旅かにもよると思うけど、あ、はい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 、旅の魅力ってやっぱ人との出会いってあったりするじゃないですか。そこで出会った人とプランを立ててなかった時にやっぱ動きやすいんですよ。あ、予定を立てやすくなる。なんかご飯行こうってなったりするし、うんうん、そこでプランがあったら、あ、ちょっと次予定があるのでってなってしまって、なんか、はいはいはい、動きにくくなったり、その人とのせっかくの機会が取れなくなってしまったりっていうこともね、うん、まあなきにしもあらずじゃないですか。そうだね、わ、うん、かる。それは人数だったらさ、俺3人から難しいのかな、 3,4 人からもう難しいんじゃないかなって思う。っていうのはノープランで行くんだったら、あ、このなんかどうするどうするでもったいない時間を過ごしてしまいそう。はいはいはい、決断がちょっと緩くなるよね、鈍くなるよね。そうそう、決断しにくくなんじゃんそれって。 いろんな人いるし、うんうんうん、みんなやりたいこと違うしみたいなことでしょ。そうだから、そのノープランで行けるのは俺は2人がベストかな。わかる、2人か1人だな。うん、1人だったら、うん、あー、ど、迷うな。そっか、これ迷うな一人だったら結構立てるかも。おお、あ、っていう意味でもやっぱ立てるわ。ほう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 、立てるのね。立てる、立てたい。なんで立てたいの。なんかね、この行きたいところリストアップしてそれ通りに行きたいわけ。なるほど。だからシンガポール、あ、お互いこれってシンガポール一人旅だったんじゃない。だったね、懐かしい。ね、懐かしいね。そのシンガポールは俺マジでガチガチでちゃんと立てたえ、どうだったシンガポールの旅は。シンガポールの旅は覚えてない。ああ、そうなんだ。え、別々で行ったっけ待って、行った行った。なんなら東南アジア決まってない時に行ってるよ、別々で。だからフィリピンの時じゃない。あ、だよねだよね、うんうん、その時覚えてるよ。楽しかった楽しかった。違う、だからチュルと一緒に東南アジア一周してる時に別行動で行ったっていう話をしてると思って、うんうん、あ、そういうことね。うん、違う違う、もうなんか一回行ったことあったじゃん。はいはいはい、行きました、ね、そこでの一番最初の旅は覚えてる。覚えてる覚えてるよ。は、ノープラン、ノープランだった。あ、ノープラン、ノープラン。もうマレーシアとシンガポール両方行くって言ってて、うんうん、ある程度時間は把握してたわけ。はいはいはい、なんか最終出発の、まあ、便みたいな、うんうん、バスが高校行くよみたいなのを把握してたんだけど、それ以外はホテルもそっちで取ったりとかっていう感じでやってるとね、やっぱ出会えましたね。出会うんだ。うん、今もインスタで繋がってるんですけど、
素晴らしい。その時にマレーシアで出会った人がもうめちゃくちゃいい人で、もう俺何もわからんさ、プラン立ててないから、これどこ行くのとかさ、そうだね、やっぱそういう一つのコミュニケーションが友達になりやすくなるっていうのもやっぱノープランのいいところであって、で、はい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 、その時俺ネット回線繋がってなくて、SIM、カードも持ってなかったら携帯も通じないわけですよ、だからもう本当に今日のホテルどうしようかなとか、どんなしてこれ行くんだろうなとかっていうのを人づてで聞いてたわけ。はいはいはい、それがまた面白かったですよね。面白そうだねそれは。うん、だからノープランのいいところじゃない。うん、とってもそれは俺も思う。うん、このなんだろうな、じゃあ旅の目的とかになってくるのかな。うん、もう俺はこのシンガポールの有名どころをとりあえず回りたかったわけ。うん、だからまずマーライオン見てとか、はいはい、そっから、ま、マリナベイサンズ見て、でなんか木のところとかあったさ。うんうんうん、あとはチキンライスが有名なところがあったりとかしたさ。食べました。食べたでしょ。食べた食べた。なんかそういうのを事前に調べて、で俺も SIM カードとか契約してなかったから、うんうん、もうなんだろう、マップにピン止めするとかしかできんかったからこそ調べてちゃんと行った。あーなるほど。ここはもう抑え、ここは絶対行きたいってことで、はい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 、でやったかな。なるほどね。いやチキンライスは確かに行ったな。でもちゃんと行ってるんだね。マリーナベイサンズも行ってるし、マーライオンも行ってるし。ちゃんとやっぱり回ってるんだね。そう、あの木が光るとこ、あれ何ね、木が光るし、森林みたいなところ、あれ名前なんだっけな、そこも行って、うん、それもね、あれだ、シバナンチャンネル、うんうんうん、でシンガポールの旅をしてたわけ。はいはい、だからいいなって思って、ここに行きたいなっていう思うところをピックアップしてたらそうなった。あーなるほどね。うんうんうん、なんかやっぱり YouTube とかで好きな人とかがそこ行ってたら行きたくなるもんね。行きたくなる、マジで行きたくなる。特にだと、まあそうだから俺はガチガチにしたけど、逆にノープランのいいところって本当にそういう出会いだよね。出会いやっぱいいね。なんだろう、まあプラン立ててても、あるやん一応出会いは。あるある、あるんだけど、この後どうするってなった時に、例えばだよ、ツアーとか組んでたら断れんくなるやん、うん、お金が発生してるから。うんうんうん、とかっていうのもノープランだとやっぱり一緒にじゃあこれ行こうとか誘われたりとかっていうのがあるから、うん、フットワークが軽くなるっていう面では結構いいかなって思う。そうだな、それこそ誘われてすぐ行けるしな。うん、確かに、もうどっちもいいところがあると思うんだよね。まあそれはそうだけど、うん、だからこそなんかたまに芸能人とかでさ、日頃の生活でもその1分単位とか秒単位とかでスケジュールしてる人とかいるさ。うんうんうん、すごいなって思うもんだから。あーあー、そうだね、それは。ただでもそれ立てないとできない人じゃないかなって思う。あ、俺も含めてだけど。はい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 、ある程度スケジュール立てとかないと何もしなくなっちゃうというか。あ、そっちなのか。なんか計画を立ててこれをスムーズにこなしていく快感があるのかなと思った。ああ、俺が聞いたのはね、あの嵐の桜井翔の話なんだけど、うんうんうん、あの人はもうまず立てないとあれみたい、やらないって言ってたよ。へえ、そうなんだと思った。そういうなんかガチガチに見える人って意外と立てないとやらないんだなって思ったから、スケジュール立てる人って案外そういう人はいるのかなって思った。逆に立ててしまえばやるんだ。そうそう、立ててしまえばやるって、そう、それ言ってた。それ強いね。それすごいよね。それすごいよね。そう、立てればやるから、じゃあ立てようってなるよね、それって。それすごくない？シンプルに。うんうんうん、何かやるってなった時に一番強い人じゃない？そうだね。計画も立てて動くしみたいな。確かに確かに。すごいな。え、旅行に限らず立てないの？そういうのは立てない。旅行に限らずというのは、
何がある他に。え、なんか今日しないといけないことみたいなの。あー、はいはいはい。最近意識してる。あ、そうなんだ。あの夜寝る前に次の日の朝のやることとか、うんうんうん、次の日やることを改めてじゃない前もって書いてたりとかすると、うんうん、やっぱ睡眠の質も変わってくるっていう本を読んだことがあって、へえ。だからそれもやってちょっとリラックスさせて寝るっていうのもやったりしてるから、立ててるっちゃ立ててるかもしれないけど、それはやるべきことだからちょっと立ててはいるかも。ああ、そういうことね。もうやるべきことをしないといけないから立ててるって感じか。そう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 。なんか夢の中でやっちゃいそうじゃないそれ。例えばなんか朝起きたら散歩するとか。あ、もう立ててるんだ。もう、うん、それを夢の中でやっちゃうってこと。俺はね、一番よくあったのがさ、うん、大学の行くとき、大学行くときに朝の準備を夢の中で全部終わらせたことが何回もあって。どういうこと。もう何、起きて、なんだろう、歯磨いてとか風呂入ってとか、そういうの全部夢の中でやってるの。夢の中で。そう、夢の中で。だからそういう夢を見たときは大抵遅刻だよね。もう起きた瞬間あ、やばいってなってるよね。あれ、何もしてねえじゃんみたいな。そう、何もしてねえってか、もう遅刻だ、こんな時間だってなるのは多々だよね。夢の中で俺らやってたけどみたいな。そう、夢の中でやってたのになって感じ。何それ。っていうの。あ、そうなってしまいそうで。前日にそんなことしたら。いや。いや、また俺だけかな、あるあるじゃないかなって思うけど。だけだな。多分な。ここで一旦 CM です。76.1 de la FM. Eso más. FM Cosa. お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。住宅防音のことならインストール沖縄。門、フェンス、カーポート、テラスなど。エクステリアならインストール沖縄。あなたの心にインストール。0989291661株式会社インストール沖縄。はい、行くよ。うんうん、かわいいね。いい笑顔だね。お子様の健やかな成長を第一スタジオで残しませんか。写真を撮るなら第一スタジオ。パーク、 パークアベニュー、 みんなで行こうよ、 お買い物。 白い屋根と青い空。 楽しいお店がいっぱい、 中央パークアベニューに遊びに来てね。 あの街、この街、 エンタメ講座。 いつでもそばにはFM講座。タチツテとタチラジ FM 小座からチュールとタルでお送りしています。今週のテーマは旅行に行くときはノープランかガチガチに計画していくかでお届けしています。はい、ということで先ほどはタルちゃんがノープランのいいところについて語ってもらったわけですが、そうですね、引き続き今日も灼熱ですね。灼熱してますね、はい。なかなかでも灼熱することないよね。どっちもなんだろうな、分かり合えるから。あー、確かにね。ここだけだよね、なんなら。そうだね、うん。じゃあガチガチに計画していくことの、まあ、メリットというかいいところだね、うん、お届けしようと思ったのですけれども。お、気持ち変わった。いや、気持ち変わったっていうかさ、
なんだろうな、さっき言っちゃったんだよね、その行きたいところにしっかり行けるっていう。はいはいはい、まあメリットありますよね。そう、そこじゃないかな。うん、と達成感は得れるよね、そこで。なんか今の達成感のイントネーションおかしかった、もう一回言ってみて。達成感やば、そんな達成感か。そう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 、うわそうなのか。チュルもだって今神奈川いるもんね待って、あ、こっちの言い方なんだ、達成感だと思う。あーって言われたらぽいわ達成感は得られるよね達成感は得られるわな。うん、ちょっと待って、戻れ戻れ、うん、ガチガチに計画していくことの理由でしょ。理由というかメリットとしては、できることが多くなるんじゃないかな。はい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 、うん、と思われますその理由は、その理由は、うん、なんかまあちゃんとある程度は予定立ててるわけだから、うん、ちょっと押したところでね、あんまりズレは生じずにやりたいことをしっかりできるんじゃない。あ、その予定の中にもなんか前もってこう、うんうん、ある程度のラグを予測した上での予定立ててたりする。そうだね、大きくちょっと大きくも見積もってはいるよ、時間は。あー、それだったらいいかもね。うん、なんなら何時とかじゃなくて、ここ行きたいここ行きたいここ行きたいで、あ、じゃあこれだいたいお昼時でご飯も食べながらかなくらいでやってる。だから今回のはノープランかガチガチに計画していくかだから。ガチガチか。そう、ガチガチって俺のイメージはもう、この時間までに電車乗らないといけない、この電車逃したらもう次のツアー行けないとか、はいはいはい、はい、もう超きっちり決まってるっていうプラン。あーね、うん、はいはい、俺これ人によるわ、人による一緒に行く人によるっていうのも、タルちゃんと行った時ってもうそれこそノープランだったじゃん。え、あのなんだっけ、東南アジア、あれそんなことない、結構あれ計画立ててたと思わん？あ、分かる、一日一日で見たらあれかも、立ててたのかな。じゃあ、あー、じゃあ東南アジア自体がもう何、チケットしか持ってなかったから、いつ次の国に行くとかも決まってなかったじゃん。あ、そうだね、確かに。っていう意味ではノープランだったのかなと。そうだね、一日一日で見たらどうだった、計画してたっけ。いや、してなかったと思う。今日休むかみたいな、今日はどこ行くかとかだったよね。うん、今日はちょっと昨日疲れたから今日休むかみたいなあ、でもだからこそなんか出会いはいっぱいあったよね。あったよね。だからそれこそカンボジアとかさ、うん、前もって例えば3日間しか滞在しないっていうのを決めてなかったさ。決めてなかった。それで、まあ、カンボジアの良さに気づいて結局残ったのが多分10日間ぐらいいたよね。いたね。カンボジアがなんなら長かったよね、一番ね。長かったよね。そう、そういう旅ができるね。そう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 、だから3日間って決めてちゃうともう行かないといけないっていうその焦りもあったりするから。あ、まあそれを焦りと捉えるのか、まあ捉え方は人それぞれだと思うけど。むずいね。そうだね、本当にあれが違うんだろうね、この感覚というか、行きたいところに行けたら嬉しいっていう旅の立て方だったらガチガチに計画するよね。うんうんうん、うん、あの時時間もあったから、そうだね、ノープランの方が良かったかもね、俺らは。まあ、時間があるないもあると思うけどね、確かに、ね、うん、で、あとは他の人と行った時はそれこそガチガチに計画立てる人と一緒に遊びに行って、うん、もうね、旅のしおりまで作ったもん俺それはそれで楽しいわけ。なんなら俺が旅のしおり作りたいって言い出したから。ああ、はい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 。一泊二日だったんだけど、うん、で名護の旅してきて、ほうほうほう、でそうしおりまで作って楽しんだっていう。あ、旅のしおりはいいね。いいよね、あれはいい。そういうの作れるのってさ、ガチガチに計画していくからじゃん。え、なんか架空の計画でもいいから俺旅のしおりを作りたい
もうほんとしおり作りたいために、そう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 、もう内容適当でいいから、うん、形だけでも作りたい。それはワクワクするかも。おー、うん、かな。だから行く人によってかもしれん。はい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 。え、これはおデートだったの？これは、あ、まあ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 、だったはずね、だったはずね、喜ぶよね女の子も絶対楽しそうだよね、楽しそうだよね、旅のしおり作ってくれたのってなるもんねそうなんです。いやいいね。なんか1日目はあっちが決めるから、俺がじゃあ2日目決めるよみたいな感じだったよ。あー、楽しそうだね。ちょっとな、まあうん、そっか、うん、ちょっとな、何いいよいいよ、そこはもういい、言及しなくても大丈夫です。ああ、はいはいはい、はい、まあそれがいいところなのか。これは楽しいんじゃん、まずそのどこ行くっていう過程から楽しいんじゃん。あ、わかる、それは。あ、ほら、メリットもっと出てきた。あ、なんかディズニーランドとかさ、ええ、行くってなったらその行くまでが楽しいってあったりするさ、まあ旅行全般に言えることだけど、そうだね、ええええ、それはあるよね。まあ計画するしないにしても、どっちにしろワクワクする。この荷物をパッキングしてる段階でワクワクするもん、うん、そうだね、それは、そらね、でしょだから、まあこれ計画どこじゃないけどそれはあるよね、ワクワクはするねワクワクするよね。ワクワクはする。もうね、今ね、あのタルちゃんが全部荷物をね俺ん家に持ってきて、うん、なんか一緒にパッキング動画ではないけどパッキングしたのはとっても覚えてる。え、覚え出せバカバカバカは、ごめん思い出してもう、あれ東南アジアの前の話。そうそうそう、東南アジアの前の話。はい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 それでもあんまピンときてないしなんかね、俺らの旅、沖縄に滞在するのも1週間くらいしかなかったじゃん、うん、他のどこだったっけ、オーストラリア、お互い別の国から、はいはい、帰国して1週間でなんかもう全部家に届けてだったね。バックパックも家に届けてたし、うん、それ開けて準備っていうのも短かったさ、うんうんうん、だからその中での思い出は本当にタルちゃんがいろいろマジって洋服詰めてないくせにパンパンで持ってきて俺洋服入らんはずって言ってたのがねめっちゃ覚えてるよく覚えてるなうわ爆笑したもんいや持っていかんでいいだろこれみたいなのもあったし肝心な洋服ないやんみたいなそうそうそう、洋服どうするってなったら、なんかあっち安くで売ってそうだからあっちで買おうみたいな話してあーなんか覚えてるかもでもお互い本当に 3着くらいしか持っていかんかったよね。3着、そうだね、結局ね3セットかな、うん、そうそうそうだったりしたから、うん、そうだな、そういう時になんかじゃあどこ行こうどこ行こうで計画していくのは楽しかったはずね。あー確かに、なんかそれこそ俺がオーストラリアにいてチュルがハワイにいて、うん、でお互い違うところにいながらも連絡取ってたさ、うん、撮ってたね、東南アジア行くまでにじゃあどこどこの国行くかとか、うん、どうやって回るかっていうたまに話してたりしたと思うけど、はいはいはい、結局まとまらんかったんじゃん。まあまあでも行きたいところを出したよね。そうそうそう、行きたいところ出してみたいな。でもまとまらんかったね。大体の目処もあんまり、あ、目処は俺立ててたよ、こっちからこっちでどこの国行ってっていうのを。あっちゅるやってたや。そう俺やってた。チュルめっちゃ、あ、今思い出したけど、うんうん、カレンダーも書いてたもんね。そうカレンダー書いてた、覚えてる。うん、なんかそれ覚えてるそうカレンダー書いてて俺やってたけど、まあうまくいくわけはないよ、ね、でも振り返った時に、あ、なんか計画では俺ら今ここにいたよみたいなことを言って面白かったのは覚えてる。あ、はい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 、まあ計画立ててもそれ通りに行かなくてもってことだよね。そう、行かなくても面白い話になったね。ああ、確かに確かに、それはあったかもな。そうだったな。いいね、なんかその旅が今このラジオでこのトークテーマをもとに話してると思わないもんね、うん、やる前はね、うん、
そうだね。ラジオのために回るかとかって思わないもん。そうだな。今なんならラジオで話せてんのはびっくりするよね。びっくりだよね。うんうんうん。それはだから面白かったし、あと覚えてるのが、ね、うん、多分大学2年ぐらいの時だったんだけど、チュルがいきなり来週火曜日空いてるみたいな感じで LINE 来て、はいはいはい、ディズニーランド行かないって言った。おい、覚えてる。もうね、いや来週とかじゃない、あさって空いてるって聞いた俺。あさってか、あさってか、あさって空いてるって言って、空いてたからディズニー行かんって言って、うん、ディズニー行こうってなって、次の日にまあじゃあどうするかってなってエンダーで話したけど、そこでも別にまとまらなかったのは覚えてる。そこで多分旅のしおりを作ってたんじゃない。そう、作りたかった。あれ、いや作ってないじゃない、あれ作ってないのか、なんか作ってたっぽいから、チュルはなんか旅のしおり作るっていうイメージがあったと思う。ああ、はいはいはい。いや、作った。作ったけど、タルちゃんとは作ってない。俺、なんなの、元カノと一緒に作ったのは覚えてる。チャラ、やばいだろ、そういうの。いや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 。そんな仲いいなら、そいつと行けよってなるよ、ね。だからよ。なんでタルちゃんとってなってるよね。衝撃。衝撃が止まらない。多分それもでもタルちゃんの感覚と一緒で、しおりを作りたかったんだはず。あ、なるほどね。でタルちゃんとは時間なかったんじゃないかな。なんかもう、はいはいはい、パッて行く、なんだろう、チケットとかの話して、うんうん、それでパッて行ったよね。それこそノープランだったな。だったよな、確かにな。だったね。楽しみを共有したいっていう気持ちはあるよね。でも、うん、その行く前とかにでしょ。行く前とかに、そう。だからその元カノにも多分、うんうん、共有したかったんだろうなって。したかったのかな。俺ら明日から行ってくるぜ、楽しいんだろ、うざーみたいな、いいんだろって言って。めっちゃ嫌がらせやみたいな。なんで私と行かんのよって思ったんですよ、ね。いや元カノだしね。いやな、多分ね、ディズニーのチケットそいつにあげたかなんかで話になったんだよ。うん、あ、なるほど。だから行きたいってなって、はい、もうその時遊んでた子もいなかったし、タルちゃんに連絡したよね。なんか悲しい。消去法もしかして。消去法じゃないじゃない。消去法。そうそうそう。あ、楽しかったよね。いや、消去法で出てくるのも嬉しいだろ。ディズニーだぜ。いや、でも面白かったな。それも確かにあんまり計画性はなかったけど。なかったな。かといって、カチカチに計、あ、何ん、何言ってた今。そのだから計画してないけど、このノープラン、ノープランだったな、あれは。ノープランだったね、うん、そういうノープランの弾丸もやってみたかったからさ、うん、やってみた。いや弾丸すぎるよ。弾丸すぎるよね。あさってディズニー行こうって沖縄の人は言えないよね。うん、東京にいる人ならまだしもさ、沖縄だよみたいな。それな、俺明日っていうのが一番やりたかったけどね。まああさっても、あさってで早いからいいけど。なんであの時急に行きたくなったんだ。あ、チケットが余ってたから。チケットが、うん、違う、チケット俺あげたよねっていう話してたわけ、元カノと一緒に。はいはいはい。でそしたらディズニーに行きたくなって、うん、で時間もあるし、まあ、あの時バイトもしててお金もあったから、うん、パッて行こうと思って行った、うん、あれ。あ、なるほどね、うん、もうすごいよね。そんな意味も分からずついてこれるのはタルちゃんのいいところだよね。その行くっていう楽しそうに。いや、ディズニーは行くでしょ。いや、まあ、行くよな。しかも聞いてる人に、うん、今リスナーさんの方に聞いてほしいんですけど、うん、もうチュルのこの張り切り具合が、僕ディズニーに着いた時にびっくりしたのが、何、あのおそろのコーデ持ってきたからこれに着替えてって言って渡されたのがチップとデールの服装だったかな。はいはいはい、はい、それをチップとデールだったね。そう、チュルが沖縄で調達してきて、まさかそこで渡すとは思わんさ、うん。あ、もうじゃあびっくりしたね、あれは。いや、俺もそれまで含めてやりたいかったから。なるほどな。面白かったけどな。面白かったよね。うん。あれ、そうだね。もうその時の写真があるから、じゃあツイッターに俺載せようか。ぜひ見たい方は検索というか、このツイッターで、でまあついで
と言っちゃあれだけどフォローしていただけると嬉しいです、うん、あ、いいですね、楽しみにお待ちしておりますはい、ありがとうございます。はい、ということで今日のトークテーマは旅行に行くときはノープランかガチガチに計画していくかでお届けしました。来週のトークテーマの前に LINE で、メッセージ募集しましょうねはい、 LINE アプリ内の友達検索でアットマーク 957KDRBM、 アルファベットはすべて小文字でアットマーク 957KDRBM と検索していただくとこのラジオの公式 LINE が出てくるので、そちらを友達追加していただいてメッセージを送ってください。それでは来週のトークテーマを発表します。来週のテーマは好きな麺類はです。麺類か、これ来週は本当持つかないや1時間麺類について語れるってねこんな企画ないよそんな好き麺類最近好きかな。あ、最近好き。あと一人暮らしとかしてる方だったら分かると思うけど、パスタってめっちゃコスパいいやん、うん、だから、まあ、オーストラリアで住んでた時とかはパスタめっちゃ食ってたから、うん、はいはいはい、まあそれでパスタ好きなりので最近は沖縄そばを大好きなりの、はいはいはい、まあいろいろと麺は好きなのかなって。おお。でチュルはチュルで、もともとラーメン屋さんでバイトやってたじゃないですか。あ、してたしてた。まあ麺類好きなのかなと。おお。でそれこそ今一人暮らしでパスタ絶賛食べ放題ですよ。そうだからパスタは同じ共通点の、まあ、話題として、はいはい、はい、でチュルがラーメン俺が沖縄そばっていうね。もうここで決めてるんだもうある程度決まってたんだね、タルちゃんの中で。いや今思いついたけどね。あ、今思いついてんだ。もうぜひ僕たちは多分ねこのトーク、ま、なんだろう、尺が余りすぎるしみんなの意見も聞きたいのでぜひメッセージください。もう多分途中で余りすぎてディズニーの話してるかもしれないもんねまた、うん、先週の続きなんですけどって言って言ってるかもしれないぜひ皆さんメッセージください。来週のトークテーマは好きな麺類はです。短くても長くてもどんなメッセージでも構いません、どしどし送ってください、よろしくお願いします。ということで続いてのコーナー、名言コーナー。はいはいはい、一人でもうテンションばなんだろう、もう全速力でお届けしてるよね今ね間違いなくそれについていこうと必死でございますそうですね、この名言コーナーが、はい、前からタチラジという番組の時から、まあ、聞いてくださってるリスナーさんは、うん、もしかしたらご存知の方もいるかと思うんですけれども、はい、タチツテとラジオになってこのコーナーがね毎週変わっていってる中で、前のねタチラジの定番化となっていたこの名言コーナーを今日は紹介していきたいなと思います。はい、毎週お届けしてたもんね名言をね。毎週だったね本当に、うんうん、あの各なんだろうな、この著名人の方とかあと偉人の方、うん、そういった方たちが残した名言をね、あと今沖縄で頑張ってる、そしてこのメッセージを聞いて頑張ってる方たちの背中を押せたらいいなという思いでですね、僕はあの名言を持ってきておりますので、はい、今日も紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、それではいきたいと思います。部下を抜擢するときは運が強いかどうかを見る。難しい問題にぶつかったときに面白がれるやつは運が向く。はい、という名言を持ってきたんですけども、こちらは松下幸之助さんの名言となっております。はい、松下電機産業を一代で世界的家電メーカーに育て上げた経営者が語る部下の昇進についてのお言葉でございます。おーなんですけれども、まあ、この、松下さんが言ってるのは、うん、難問にぶち当たった時にその人物の本質が映し出されるっていうところなんですよね。はいはいはい。だから目の前の壁に立ち向かっていくのか、あ、それとも逃げ回るのかっていうところを言ってて、でこの松下幸之助さんが言っているのは、うん、楽天家にこそ運が巡ってくるということだそうです。楽天家、うん、へー。だからそれこそ難しい問題にぶつかった時に、
うわ面白いの来たとかネタになるわって思ってるやつに運が向きますと。そういう方たちが運がいい、運が強いんだ。運が巡ってくるという。へえ。ね、らしくて、でこの難しい問題を歓迎できる人間には運は回ってくるし、周囲の人間もついてくるのだと。ほう。まあ難しい問題っていうところで、まあそもそも挑戦しないとそういった壁は出てこないと思うんですけど、うんうん、その難しい問題っていうところで最近ちょっとあったのがありまして。はい、それこそ沖縄を自転車で一周した時、うんうん、まあ前回の放送でも多分話したと思うんですけど、はい、東村あるじゃないですか沖縄の、うんうん、何にもないところ。何もないって言っていいの？うん上がり下がりがあるくらい坂の何にもないけど坂はあるんだ。あ、だ自然が豊かなところはすごく良かったんですよはいはいはい、はい、そこで携帯の残り充電も 6% くらいになって、うん、今日泊まる宿のところまで自転車で残り30キロぐらいみたいな、うんうんうん、でまあ時間も遅くなってきてやばいっていうところで、これから頑張って漕ぐかっていうところでタイヤがパンクしちゃったんですよ。そこで僕たち、まあ僕と彼女が行ったんですけど、そこで僕たちは、うんうん、あやばいって思ったんじゃなくて思わず笑っちゃったんですよ。笑ったんだ。うん、うわやっと来たわみたいな、3日目にしてようやくネタになるやつが来たわって、はいはい、まあ面白がってたんですよ。まあそしたら修理出張代理店の人が来て、なんとか、うんうん、まあパンクも修理して無事に帰れたっていう話があったんですよね、はいはいはい、まあその時の話を思い出してやっぱり運が巡ってきたなっていうのは思ったんですよね。ああ本当だ。でもそれこそ運強って俺もその話聞いて思った。思うよね。そんな偶然に修理の人来ると思ってこれ偶然なんでしょ。偶然偶然本当に偶然もうまさにその人が来てんじゃん偶然にも。そう神様が降ってきたっていう感じ本当に神様が降ってきただからね、この難しい問題にぶつかった時に面白がれるやつは運が向くっていうのはまああるのかなって思いましたね。おお。どうですかチュル、なんか社会人になりまして、うんうん、東京で生活してなんか難しい問題とか壁とか当たったりしてる？難しい問題とか壁は今のところねないんだよな。そうなんだよ、チュルもね楽観的なんだよね案外。うん、だと思う。なんかねそれをもう苦に感じないみたいなところはあるかも。あーなるほど、うん、かもしれないねだからそれも運は回ってくるんじゃない、それでもんかなって思う。そのなんだろう、楽観的なのこれ、うん、でうん、運は回ってきてる気持ちはないけど、そんななんか苦とはあんまり思わないかも。あーなるほどね、うんうん、まあ、楽観的に捉えてるのもあるけどそこまで苦に感じてないっていうこと。そう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 、自分が楽観的ってもあんま思わないけど、まあ周りから見てそうよく言われるからそうなんだろうなっても思う。それはでもめちゃくちゃいいですよねうんうんうん、だからその松下さんが言うのは部下を抜擢するときにはこの運が強いかどうかを見ると。おお、そういう人は運が強い人っていうのはそういうなんか問題とかに対してなんか逃げとかじゃなくて楽しんで取り込む姿勢があるってこと。そういうことです。おお、はいはい、面白い。やっぱそういう姿勢が大事ですよねっていう。あーじゃあー俺どうだったんだろう今日、それこそもう部長の面接面談があってどう捉えられたんだろうなうわー分かんないね。結構さ楽観的な人ってさ、うん、何も考えてないというか、なんだろうな、ヘラヘラしてるって取られがちじゃん。うんうんうん、俺だからというかさ、結構言われるのが意外と考えてるんだねってよく言われてさそれはなんか別にイラッともしないけど、うん、なんかあやっぱヘラヘラしてるって最初は取られるんだなってよく思う。あ
へえ、そう取られるんだね、チュルはね。思われるよ。え、タルちゃんとか特にじゃないの？あれ特にだ。バカと思ったとか言われそうだけど。おい、バカにすんな。実際バカだもんな。いい意味でだけどさ、実際タルちゃんバカだもんな。はい。はい。っていうことですかね。わかりました、はい、なんかこういう話題もね、またトークテーマで取り上げたら面白そうだなってちょっと思った。面白いと思います。はい、うん、ということで一旦ここで CM です。 76.1 ランク、マチェタラシエクセバカラン、タナラトン、ラ 76.1 de la FM、アイソマCDOEFM コサ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。住宅防音のことならインストール沖縄、門、フェンス、カーポート、テラスなど、エクステリアならインストール沖縄。あなたの心にインストール。 098-929-1661 株式会社インストール沖縄。はい、行くよ。うん、うん、かわいいね。いい笑顔だね。お子様の健やかな成長を第一スタジオで残しませんか？写真を撮るなら第一スタジオ。パッパッパーパークアベニュー、みんなで行こうよお買い物、白い屋根と青い空、楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。FM 講座からお届けしています、立ちつてとラジオ。そろそろお別れの時間がやってきました。立ちラジ×ザ・ビッグロープで歩いていこうトークまで、ロマンスクラスターとともにお別れです。ここまで約1時間、今日のトークテーマは旅行に行くときはノープランかガチガチに計画していくかということでお送りしていきましたが、いかがだったでしょうか？まあ思った通りっちゃ思った通りだよね。そうだね、思った通りなんか話せたし、うん、俺が逆に何だろう、ノープランでもあったよね。あ、そこまでさ、でもガッチガチに決めていく人っているのかなって思った。あ、この旅行ね、うん、逆にレアタイプじゃない、そっちの方が。あ、そうかもしれないね。あ、どうなんだろう、わかんねえ。 そんなガチガチに決める人と行ったことないね。でもみんな旅行ってね、どうやって行ってんのかなってなんかちょっと気になったよね。あ、そうだね、そうだね、みんなノープランが俺は少ないのかなって思うけど。あ、なんか面白くない、旅行のパターンってその人のあれが出ない、そう、性格とかね。そう、それが何十通り何百通りってあるって考えたら面白くない。あ、でもなんか多分友達で似てくるんじゃないかな。でもそういう人と友達してそうじゃん。あ、はい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 、なるほどね。あ、だからそうだよね、ガチガチに決める人とノープランで行く人が一緒に旅行行けないもんね。そう、旅行は行けないよね。必ず喧嘩するもんね。もうちょっとゆっくりでいいんじゃんって言いそう。ノープランの人は次遅れるから早く行くよ。泣くもない。泣くもないね。うん、まあでもどっちにしろね、多分ね俺らは楽しめるんじゃないかなって思う。おお、確かに。なんかやっぱ楽しいをモットーにしてるからね、なんかそこだけはブレないなって最近思う。うんうんうん、その中で楽しさをどうせ見つけてそうだよね。うん、タルちゃんも、うん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 、と思った。なんかお互い最後は褒め合うっていう。これ褒めなのかもわからんけどな。い
お互い楽観的でしたという感じかな。はい、はい、ということで来週のテーマは好きな麺類はです。一緒に好きな麺類についてお話ししましょう。はい、LINE の友達検索でアットマーク 957KDRBM と検索してお友達登録してからメッセージ送ってください。お待ちしています。また番組に対するコメントや応援メッセージなどはメールで受け付けています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いします。ということで今週もお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回の放送で。お相手はチュルとタルでした。バイバイ。思いを強く抱いて抱いて